どうも、メイヤです。どうも、メッチです。さあ、はい、引き続き今日もウィッチをやっていこうかなと思って。お、ね、いいですね。今僕やっぱり超越ウィッチをはい、はい、どこまでいけるのかなと思って。なるほど。なんか最近逆に超越ウィッチ使ってる人があんまりいなかったんで、はい、超越ウィッチ使ってみたいなと思いまして。なるほど。なんかね、下手くそなんですけど僕超越ウィッチに関しては、ね、いやいや、すごい、いやすごい下手くそなんですけど、はい、なんかやるのは好きなんですよ。ほうほうほう。なんでちょっと今環境の超越ウィッチをちょっとね回してみようかなと。なるほど。思いますんでよろしくお願いします。お願いします。レシピはね最後にご提そうですね、はい、動画の最後にと。はい、さあ行きましょう。行きましょう。僕超越ウィッチ使うときはね、はい、下手くそなんでね黙ってやることにしました。わかりました。考えながら。じゃあその分僕がちょっとなるべく喋りますね、はい、音超越いきなり弾きましたよ。このままでいきましょうか。はい。マジックミサイルは返します。はい。輝きは序盤に持っておきたい。はい。導き、素晴らしい。高校なんでね、はい、まだまだどうした、目を見開こうと。さあしっかり喋ってくださいよ。はい。2ターン目ここで、あ、ユニコスね。まあまあここは輝きで返せるんで、輝きを打つと当たった。しかし超越2枚目はちょっといらないんじゃないですか。いや、超越1枚どうやって勝つんだよ。序盤にむしろじゃあ2枚引けたのは良かったと。まあそうですね、まあ、導きが、はい、運命の導きが2枚手段にあるんで、うんうん、かなりこれに関してはいいのかなと思います。なるほど。で、ここは次のターンゴーレムアサルトからゴーレムで進化で、はい、取ったりもできるので、うん、ここはまあウィンドブラスト使ってしまっていいかなと。はい。まあ、ここ出てくるのは冒険の人望や、まあ、アリスなので。アリスですね。はい。まあ、進化で取れるかと。ここはまあゴーレムアサルトで、ゴーレムアサルト2回使っゴーレムアサルトから、はい、ゴーレムで、取れるのかなと。はい。でさらに2ブースト進むんで、うん、まあ、導きのスペルも進みますよと。で欲しいのがやっぱあれですね、フレームデストロイヤーですね。フレームデストロイヤーが来てから、うんうん、まあ、運命の導き開くなりして、はい、スペルブースト一気に進めたいところではありますが、そうですね、まあ、相手クラキが来ても冬の女王の気まぐれがあるので、はい、まあ、スノーマンに変身させることができますと。さすがもう先が見えてますね。黄色進化ですね。そうですね、進化置きで取られづらくしてますね。なるほど。導き、そして導きましょうか。引きましょうか。きた。お、これでましょう。はい。よいしょー。これが超越ウィッチの殲滅力だー。わー、机に足ぶつけたいって。結構いい音しましたね。あ、ファントムキャット型ですね。うわー、なるほど。ファントムキャット型だとしても、はい、全然大丈夫ですよ、これ。お、もうこれ強気に攻めましょうか。今のところいい感じで処理して、ブーストを進められている感じですね。はい、これ強気の、強気でいくのもありっすね。はい。アリスだけに。ん？いや、ちょっと待って。これどうしようかな。急にちょっと真面目な感じ、ね。処理ができ、処理ができないですよね。うん。冬の城の気まぐれ使わなきゃいけないっぽいんですよ。それがなんか弱いなと思って。ああ、でもそっか。処理できないね。うん、7ターン目に出てくる動きはそんなない。ただね、あのクラキも採用されてると、ああ、どっちもパターン結構嫌なんすよ。だからここはもう無理にでも進めておいてもいいのかなと思ったんですが、どうでしょう。ただこのまま置いとくの、これ取れないんで、これ取れないんで、まずこいつが、こいつが取れないんで、はい、まずマジックミサイルからいきます。はい。ミサイルもう一回撃って、こうやったらもうこっちっすね。あ、なるほど。ミサイルもう一回でした。正解は俺も開きます。これでいいです。なるほど。はい。まあでも超越はだいぶ進んだんじゃないですか。そうっすね。ここで何来るかっすね。あるっす。プリス、ゴブリン、ゴブリンだ。
ユニコ。ユニコ。進化。もう先読みじゃ。てなんて。入ると。うん。痛い。痛すぎる。しかしですよ。ここはですね、ここはですね、冬の女王の気まぐれを。お。使いましょうか。行きましょう。ついに満を持して、満を持してのプロ上の気持ちでしょ。うーい、良い、良いね、良きですよ。で、多分10点はさすがに削られないんで、はい、ここは安心をして、安心、これで虹の輝き、スノーマンが行くんだ手札に。そうだよ、わお、当たり前じゃないですか、スノーマンになってるんですから。さあ、これでさあこの胸に刻んで1点、2点、3点頭部、頭部、よいしょーよいしょーよいしょー、震えるー。さあ、これレビーを出して、あ、待ってよ、レビーの前にまずまずマジックミサイル買おう。はい、知恵、お、引いてスナイプ、スナイプしていく。そしてゴーレム先制していく。レビー、レビーも出す、超越、超越、マウレイムダストロイヤー。そして進化をしてグレンのやつを手札に加えて、はい、そして攻撃はせずにターンを返します。そうすると、そうすることによってですね、相手がリタイアされた。シャオラー、下手くそな俺、下手くそな俺でも超越ウィッチで満杯に勝てるんだ。いいですね。はい、というわけで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんとか勝つことか、そうですね、まあ言ってみたら良かったってのもありますけど、ね、うん、撮影前にあの8ターン目に超越打てたらまあいいかなっていう話をしてて、ね、今見事 PP8 で、今7ですよね、多分7ターン目に超越しましたよね。あ、7だった、多分7ターン目にして勝利ターンが8じゃないですか。あ、じゃあ8か、あ、 PP8 だったから8かですね。そっか、はい、よいしょー、やりました。まあちょっとね、浅いプレイもあったと思うんですけど、いやいやいや、許していただければと思います。お願いします。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、なんとか超越ウィッチ、うん、なんかもっと結構時間かかるのかなと思ったら、そうですね、割と勝つことができて、意外とあっさりと決められたんじゃないですか、はい、そうですね。まあ、うん、ポイントは、ポイントはですね、はい、大丈夫ですか。ゴーレムアサルト、ゴーレムアサルトを、まあ、ちょっと新しいカードとして入れてます。このカード1枚で、はい、あのバンバンと 4コストで2回スペルブーストができるんで、はい、ゴーレムアサルトでガーディアンの連戦持ってきて、ガーディアンの連戦も出せばってことですね、はい、新カードの中で 1枚だけ採用してるカードですね、うん、なるほど、なるほど。他はじゃあもう前とあんまり変わらずって感じ、ね、変わりません、うん。で、まあ、冬の女王の気まぐれは、はい、まあ、クラキの対策に、うんうんうん、まあ、クラキとかさっきみたいにね、はい、あのアリスで強化されたのが一気に低コストフォローがバン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 並べられた時に、なるほど、冬の女王の気まぐれなどで一気にスノーマンに変えるっていうのも、まあ、うんうん、強い行動なのかなと思ってこちらを採用はしています。はい、ピン刺しと、はい、まあそんなとこですかね。あとは他に変わらないですよね、うんうん、なるほど。で、超越っていうのが、はい、まあ、ヴァンパイアがすごい増えてきたことによって逆にコントロール寄りのデッキも最近増えてきたのかなと思うんですよ。ほうほうほう、まあ、ちょこっとね、うんうんうん、あの守って後半で勝とうっていう、まあ、ビショップだったり、はい、ドラゴンだったりも増えてるのかなと思いますんで、なるほど、まあ、そういうデッキに勝てるのがやっぱり超越ウィッチなのかなと思います。なるほど、ね、皆さんもぜひぜひ超越ウィッチやっぱ楽しんで、うん、使ってみてはいかがでしょうか。はい、ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また次回も見てください。バイバイ。そして輝く超越ウィッチ。